横綱照ノ富士戦が組まれております。続いての土俵には阿炎、そして隠岐の海です。阿炎、本日の解説、横綱稀勢の里の二所ノ関親方です。御嶽海、照ノ富士が2人で走っている状況ではあるんですが、それ以外でという部分では親方、先ほどこの阿炎に注目というお話いただきました。改めて阿炎、どんなところが持ち味の力士でしょうか。もう本当この突き押し一本ですね、もうそれ以外は、ないんじゃないかと思うぐらいの、まあでもその中でもこう懐の深さがあるのでね、飛びついてね、昔は上手を取りに行った時とか、その懐を使ってはたいたって昨日の相撲もありましたけども、やっぱこの魅力はやっぱり手と足が一緒に連動しててね、今もう頭まで使いますからね、ですからそういうこの突き押しというのは魅力的ですね。なるほど。そして今場所のこの好調の要因というのはどういうところにあるんでしょうか。先場所に続いてこの手と足の動きがこう一致しているというかですね、下半身の力が上半身にすごい伝わるんですよね。ですからパワーを増して帰ってきたかなと、思うような、そんな阿炎ですね。先ほど千代の国の一番で、その千代の国は押し相撲得意なんですが、突っ張っても押せない、それはなかなか下半身の力が伝わっていなかったというお話いただいたんですが、阿炎は今場所それがしっかり伝わっているということなんですね。まあ、先場所からね、そういう感じがしますね。特にこう復帰した場所からですね、すごく連動できているなと思いますね。ですからやっぱりこう休場中もこの基礎運動ですよね、そうするとこの丹田、お腹の部分の力っていうのがものすごい強くなるんで、そこがやっぱつなげるところの、上半身と下半身がつなげる部分なんですね、お腹の部分がですね、そこがかなり鍛錬できてるなと思いますね。見ても分かりますね。ただ今日の相手、今場所星は上がっておりませんけども、実力者の沖ノ海ということで、そのあたりいかがでしょうか。沖ノ海はですね、やっぱりこう部屋に北勝富士がいるか営業だと思うんですけども、この突き押しをさばくのが非常にうまいんですよ。なるほど、ですからちょっとそこの、うまくさばかれた時がちょっと、危ないかなと思うので、やっぱりこう油断できない相手というかですね、非常にこううまいですよね、そこはね。実はこの2人の過去の対戦、隠岐の海の5対2なんですね。やっぱり、しかも隠岐の海3連勝中、ただ2年ぶりの対決、この帰ってきた阿炎とは初対戦、どうか。もろ手突き、いつもの立ち合い、下から手が隠岐の海、一気に持っていくか、阿炎たぐった、入れ替わった、今度阿炎がたぐる、押し出し阿炎の勝ち。なんと土俵際から一つ二つ展開がありました。勝ち越し、いや最後落ち着いてましたね、あそこで、うまくたぐられましたけど慌てずにですね、よく体勢入れ替えましたね。リプレイです。これいつもの阿炎の立ち合いです。で一気に押し込んでいくかと思ったんですが、いやもうさばきはうまいっすね。でもここでよく反応しましたね、よく体も阿炎動いてるんじゃないでしょうかね。阿炎勝って2場所連続の勝ち越しです。幕内に帰ってきてこれで2場所連続の勝ち越し、2敗をキープ。明日は大きな逸ノ城戦、敗れた隠岐の海は今場所の負け越しが決まってしまいました。明日は千代の国戦です。まさに親方に取組前にご指摘いただいて、その懐の深さとか状態の良さというのが最後出た一番になりました。そして変わる